ましょう。スリーツーワンゴー。はい、日野さんグッドラックありがとうございます。ふう、親指が痛いっすね。はい、石井さん、午後ありがとうございます。よっしゃー、行きますよー。さあ、今日のラストも元気に種集めしていきましょう。まあ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 、いいでしょう。ほい、オーケー。
うおナイス、うまい、ほいほい、うわー、まあでも頑張ったら40分は切れそうな感は割とありますよね。すべてはチャプター3なんですよ。すべてチャプター3に取られるんですよ。いやちょっとこのロスは痛い。くねえ、ダメ。オッケー。うん。このあ檻の切り返しも結構難しいんですよね。ほい、オッケー。あはー、ダメか。いやー、ラパン難しいゲームだな。エニーパーは簡単なのに。いや、エニーパーも簡単ではないか。いや、簡単な方だとは思うんだけどな。うーむ、まあ RTA 奏者のね、簡単はね、信用ならんっていうのはね、まあそういうことですな。
ナイスいや、ここスッと行くの好きだな。これさあ、やっぱこれでいけるよね。さっきのところ2つ目の花を使わなくてもいいことに気づいたっていうね。 OK、 うまい。チャプター1のここがスムーズにいくのはね、すごいいいですね。よしよし、オッケーオッケーオッケー。オッケー。ここ丁寧に。オッケー、ナイス。いやー、ここまくれるかな、微妙なとこだな。いやー、マイナスはつかなそう。よいしょ。ああ、そうっすね。ボリューム満点ですよ。種集めはね、大変ですよ。いや、楽しいんですけどね、種集め。種集めは種集めでね、楽しさがあるんですよ。適度にズルをして取っていっていくっていうね。ただね、種はね、セレステのあれとイチゴと同じで難しいんですよね。いや、セレステのイチゴよりは簡単かもしんないんですけど、十分難しいっすよこれ。セレステをやったことがないので、あー、なんとも言えないですか。まあ、直
ょくちょくやられてるのはリスポーンのすることによってまああの短縮戻る時間を短縮してるっていうところですね。さあシンクロの時間ですね。なんて儚いんだ。嘘ずれてる。二シンクロしかしなかったんだけど。もはやこの世界のね、種と種かどうかわからないものから普通に種っぽいものまでね、たくさんありますからね。サクランボとかそのままサクランボですからね。種じゃないんかいみたいな。種を集めるのはコリゴリだねってね。あ、いや、こう凍ってますけど、ちょっと、あ、蒸し暑いんですが、いや暑いな。いやー暑いなよいしょ。ほいほい、ここずれなんすよね。いや、そんなルールはね、消してないっすよ。あれ？もう一個上か。
にゃいや、ダジャレパーセントじゃのってね。え？入ってなかった？にゃーん。ちょうえい。オーケー。ナイスー。オーケー。よし、すっと、オッケー、お、届いた、オッケー、よし、ここ綺麗に決まったのは気持ちいいですね。あら、フニャさんがゲーム我慢して。我慢は良くないですよと誘惑しておくが、まあまあ、私もゲームを我慢することはねありますから。うなずきもよくない。いい。それは我慢できるかな。いやー、それは止められるかは分かんないですね。よいしょ。いや、つい出ちゃうじゃないですか、そういうのって。届かないか、まあ、そうだよな。
1分ぐらいはもらおう。行くぞ行くぞ。あーくー、上が横しか入んなかった。いやー、これは痛い。危ない。よし、チャプター3行くぞ。でもありがとうございます。よいしょ。おー、タイエアレモン、ありがとうございます。妖精レモンですね。問題のチャプター3だ。ありがとうございます。よいしゃー、いきますよ。よいしょ。ちょっとギリギリだったかもしれないですね。OK。
いや、あと10分以内に終わらないかな。40分な。切れそうで切れない40分になりそう。あーん、焦るな。大きい。ふう。な。何でもないとこでロスするのは良くないぞ。まあそれだけチャプター3が難しいってことなんですが、よしよし。よっしゃー、さあ、あと4つ。OK。 問題の場所。うまい。ういし、オッケー。
あ、にゃー、違う。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。あー、勢いがなかったか。オッケー、ナイス。あと最後の12個目がちょっと難しいかなぐらいかな。さあ、あと2つ。いくぞー。危ない。LFG。あ、ううう。ほい。ラスト、ラスト、ラストなんとか。最後12個目。あげい。12個目だ。よいしょ。やくあんかん。いて。よいしょ。どうかな。43分ぐらいは行ってほしいもんだ。42分台いけるか？ちょっと厳しいか？いや、43分、ギリ43分ぐらいか。最後しっかり、最後しっかり脱出していこう。エレベーターに乗って、
さらそう。オッケー、ナイス。うわ、危ない。おお、42分切った。はい、日野さん、 GG ありがとうございます。ふにゃさんも GG ありがとうございます。いい記録出ましたね。石井さん GG ありがとうございます。藤崎カナタさんも GG ありがとうございます。よし、旗がついてる。これは OK でしょう。よし、